レジナルド・ポールは、数奇教並びに、イギリス史上最後のカトリックのカンタベリー大主教で、ある。イングランドにおいて、ローマ・カトリック教会の教義を守ろうとし、プロテスタント勢力の徹底的な弾圧で知られる、メアリー一世の知性に大主教として活躍した。レジナルド・ポールは、リチャード・ポールとソールズベリー伯爵夫人、マーガレット・ポールの三男として、イングランドのスタフォードシャーに生まれる。 父リチャードはヘンリー7世のいとこにあたる。母マーガレットはエドワード4世の弟クラレンスコー、ジョージの娘であり、メアリー1世の幼少の頃の保護者、扶養係を務めた人物である。生来勉学好きであったレジナルドは、進学者を目指し、生涯の多くの時間をそれに費やす。五百十二年から五百十九年頃まで、オックスフォード大学、マグダランカレッジにて、 トマス・リナカーなどに学ぶ。1515 15年には15歳にして学士号を取得、また20代前半はイタリアのパドバやローマなどで学術的交流を深める。これらの学費は彼に好感を持っていたまたいとこのヘンリー・パッセイが賄った。当初は親密な関係にあったレジュナルドとヘンリー・パッセイだが、1526年に始まる国王の離婚騒動が起きると対立関係に。 陥ってしまう。その頃、留学先から帰国したレジナルドは、ヘンリーパッセイからこの問題に関して支援を求められたが、ローマ教会の教義を信ずる。進学者としてレジナルドはそれを拒否せざるを得なかった。そして彼は再び、イタリアへ旅立つ。1536年12月に、パウルス参世より、数奇教に任ぜられ、 1545年のトリエント公会議開会時には3人が任命された議長の一人を務め会議を巧みに取り仕切った。このような活躍により、1549年の教皇、パウルス三世没後、磁期教皇の有力候補とも目されたが、結局デルモンテスー卿教に僅差で敗れた。1553年にヘンリー・パッセイとキャサリン・オブ・アラゴンの子、 メアリー・チューダーが、イングランド上をメアリー一世として即位すると、レジナルドは教皇により母国に派遣される。メアリー一世の下で、カトリック復興に精を出し、1556年、ついにレジナルドは、カンタベリー外司教に任命される。その後、イタリア南部ナポリでスペインと対立する教皇パウルス四世の元、元スペインと同米関係にあった、イングランドも非難され、 それに伴いレジナルドも異端者扱いされてしまう。そんな波乱の人生を生き抜いたレジナルドが息を引き取ったのはメアリー一世の死の直後であった。ありがとうございます。